さんこんにちは、渡辺拓磨です、今回はスペシャルゲストをお呼びしてます。桜木まさみさんです。どうもー、はじめまして、桜木まさみです。お願いします。桜木まさみさんの、まあ、YouTube チャンネル、まあ、中間さんですけど、はい、そこで僕がゲストとして出たんですけど、引き続き拓磨チャンネルでもゲストでコラボね、させていただいて、はい、ということで、今回、まあ、見ても分かるとスラムダンクの格好をしていただいているので、はい、拓磨チャンネルがちょっとじゃあスラムダンクに関するちょっと話ができれば、そうですね、いいかな。もうまだいつになるか分かんないですけど、映画化、そうなんです、もう激震でしたもんね、ニュース。そうっすね、なんかね、あの井上さんアプリも出して、あのスラムダンクのシュートのアプリも出して、はいはいはい、で、まあ、あのいろいろ関係もあるんで、いろんな話、忙しいって話を聞いてて、まさか映画をやるとは。関係があるってどこぐらいまでの関係だろう。関係は井上先生ですよね。井上先生とは、まあそうっすね、そこいやらしい関係、全然いやらしい、健全な、健全な関係、健全な関係で、まあ思春期なもんです、すみません。あの中野さんのチャンネルではちょっと喋りましたけど、はい、そういう育成の関係の話、講習会でこうあって、で仲良くなってサインも書いてもらってっていう、それから、まあ、いろんな一つアルゴラピーいた頃、そのタチ、あの井上さんがやった井上バッチってあるんですよ。はいはいはい、あの井上バッチ、井上さんの絵を描いたバッチがいっぱい売られてる、はい、そのあって、その井上さんと福永志向っていう会社の人がやってるコラボのグッズなんですけど、はい、その福永志向さんが立川に本社があって、で僕がアルバルクにいる時にその営業しに行って、井上バッジをアルバルクのホームゲームで売りたいと、うん、話をしたいと、はい、そしたらそこをちょっと井上さんに聞かないと分かんないんでって話をされて、じゃあ直接会いに行きますと言って話をしに行って、アルバルクのホームで井上バッジを売っていただきたいんですけど、いいですかって言ったら、いいよっていう許可を得て、でアルバルク赤なんで、そのこうアウェイで来るチームのカラーのバッジとかを売って、はいはいはい、結構まあツタヤとか伊勢丹とかでこうポップアップショップやってるんですよ、井上バッジ店っていうのは。あるんすね。あ、知らなかった。やってて、まあそのバッジとか文房具売ってるんですよ。はいはい。で、福永志向さんと紙、その和紙とかをやってる会社なんで、そことコラボして、なんかクリアファイルみたいなの出したりとかしてて、うん、そこに井上さんのこう、絵をいっぱい描いてあるグッズが売ってて。お仕事でもじゃあ絡みもあって。そうなんです。それをじきじきにそのお願いしに行ったんですよ。アポを取って。もう二つ返事ですもんね。いいねっていうので、で、そのポップアップショップに行けない人がいると思うんで、アルバルクのホームゲームでそのポップアップを開けば、はい、ファンの人が買いに来てっていうのでやってたんです。そうやって。え、タモさん、あの井上先生ってどんな人なんですか。井上先生は優しいですか。優しいですね。優しいし、なんかもう悟ってる感じですね。もう生き切っちゃってるわけですね。もう。だからこう会ってるとこう見透かされてるような感じがするんです。こう自分の思いを。だから結構その営業の話した時もなんかこう。言いたいことは違うんだろうっていう、その俺の下心がこう見られてるような感じもして、結構なんかそうですね、不思議な感じというか、もう高野さんもだってゴリゴリ世代じゃないですか、多分。そうドストライクで、はい、もう神様みたいな人じゃないですか、競技者には。そうなんです。だから高校時代、ここにちょっとね資料があるんですけど、高校僕は2年生の頃ですか、ウィンターカップに出て、はい、そのウィンターカップを井上さん取材に来てて、で月バスにこう絵を描かれた時だったんで、井上さんのこう、まだ僕が月バスデビューしてない頃かな。じゃあ1995年のウィンターカップで、発売が96年の1月25日これ月バスの人からいただいたんですけど、ここにまあ福島工業の渡辺拓磨っていう、見ていいですか。いいです。こう絵を描いていただいた。うわー、スラムダンクのこの端に出てくる、そうドクター T や、これのタッチで、え、これもうパッて見たらスラムダンクって思いますね。そうなんですよ。だから当時、だから僕が中学校の時は、その、いつだ、なんだっけ、その、桜木花道がこう負けて泣くシーンとかが、ちょうど帰り道にこう、あのコンビニがなんかジャンプ買って。階段に負けたとですか。そうそうそう。で、こう、それを見て、自分も泣きながら帰宅するっていう、感動して。それを見てたから。エッグなってたんですね。ゴリにこうやられてね。そうそのシーンを、その火曜日にジャンプアドバイスって買って帰る時に、読みながらこう、泣きながら。もらい泣きしたんですね。そうです。で、それを、まあ、知ってるじゃないですか。で、高校時代にまさかね、井上さんに書いてもらうって思ってなかったから。あの世界観に自分がおる感じですもんね。そうこれ、すごいよ。ここから、わかります。で、当時、その時、林って僕ら福島工業の、僕ら3年の時キャプテンの方は、結構、まあ、個性的で、多分井上さんには、そう、映ったんでしょうね。
その林の方が結構大きく描かれてるんで、はあ、あ、そう、個性的な。だからその時多分なんでって思った気がする気がするから、あ、ちょっとあれですか、ジェラシーみたいな、嫉妬あったんですよね。俺、俺の方がうまいやん。そうそう、そんな感じはあったそうなんですよ。え、ちょっと多分変な話ね、正道を怒られないですか。全然怒られないんじゃないですか。そんな、そんな心が狭い人じゃないですよ。ほんまっすか、はい、なんかね、なんかパッて開いた時にたまたまなんか変、そういうサムネ見て見てみたら、何やこいつってなって、そのなんかすごい大人に怒られるのがやっぱもう30超えたら嫌だね。山田さんガツンときますよね、ショックがね。万が一そうなった時ってなんかすごい、ワンクッション的な先輩あいつそんなやつちゃう、はい、絶対怒んないです、皆さん絶対怒んないです。これやってても今のところ大丈夫ですか。大丈夫です。おお、じゃあタクマさん公認という。公認。大丈夫です。絶対怒んないですよ。大丈夫ですかね。よろしい。みんなと話してて大丈夫かなって。でもみんなやっぱやってる人いるんじゃないですか、プライベートでは。やっぱりね。いや、それぐらいそうですもんね、はい、キャラクターで。やってくれるってことはやっぱ嬉しいことじゃないですか。え、竹山さん、今日僕久しぶりにお会いして、はい、正道で会ったじゃないですか。あ、俺もチャンネルでやろうかなと思っていただけました。正道ですか。正道はやれてるとは全く思わないですけど。好きなキャラクターなんですか。ルカワス。じゃあチャンネルでルカワとかどうする。え、この顔で。あ、いやいやいや、全然無理でしょ。いい、ニセレルメイクさん紹介します。マジっすか。あ、でもいいかな。オオカミさん。オオカミさんって言って、オオカミさん、狼の面かぶってて、はい、ちょっと天然っぽい方なんですけど、めちゃくちゃいい方 で、その方にガーッてやってもらったんですよ。多分ね、僕は一回しか会ったことないですけど、多分イケメン好きなんですよ、狼さん。そっちだからかなり寄せてくれると思いますよ、ルカワに。マジですか。え、どうですか、もし機会があるなら渡辺拓磨さんがルカワ楓になってみたら。なんかどちらかというと、そのメイクするのは牧野じゃないですか。海南のね、あ、幅とかもごついですもんね、なんか。まあ、やっぱひげはないけど、タオルこうして、そうそう、汗かいて、で、監督試合まですか。次から次へと言葉出てくる。ちょっとハイボールいただきます。楽しいんですよ、だって竹山さんとこうやって喋る機会って、うん、なかなか僕の兄貴よりもだいぶ先輩ですし、K さんよりも全然上ですもんね。K は僕2個です。だ、僕の兄貴が中大の時に K さんが先輩で言い張って、そう、兄さんとは何回か、あ、あれだ、ブザービートの撮影でドラマありましたね、フジテレビ。そう、ヤマピーですよね。ヤマピーとキャラケーポンさんのドラマで一緒になってから結構まあ近くなって、そこから何度かいろんな会場とかで会って、はい、そう、で、アースレンズも行って、はい、いました。飲み行ったりしました。飲みは行ってないです。井上さんとは飲み行くんですか。は、行ってないです。そこまでではないです。そこは恐れ多くていけないです。ああ、やっぱりあるんすね。でもその講習会あった時は、そのなんか居酒屋みたいなところでこう飲みながら、その言ったりちゃう感じでチポーズって言われて、この、まあ、あの、まさみちチャンネルで見せた LINE の写真の時は、その飲んでる時なんで、はいはい、ちょっとまあ井上さんも酔っ払ってんのかなっていう感じの。でもなんかいろいろその、たくまさんの巻も見たいですし、なんか、なんやったら僕も5人集めるから、モノマネの海南対湘北やりましょう。海南って結構、でも結構キャラ強い。ジーンズ。いや、強い強いです。信長、清田信長もいますし。あ、そっか。シューター、ミヤマスもいるじゃないですか。ミヤマス。僕の一番苦手なタイプです。張り合ってくるやつが良かったんですけど、あいつだけはね。そこで探るのか。なんか現実の方が全然分かんないけど。まだちょっと探ってる最中。1回のなんか収録で二言ぐらい名言いけたらいいなと思うんですけど、まだゼロです。たくまさん、たくまチャンネルではまだゼロなんですけど、たくまチャンネルでちょっとじゃあ言ってもらわないと困るんですね。ふふ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 、あ、チョイス間違えました。ふふふふんで飲まへんかった。どっから出したいんですけどね。で、かわよ、3時間目が弁当、自分の弁当食べて、はいはい、昼ご飯の時は売店にパン買いに行って、でまだ寝て、終わったらすぐ練習行って、練習だけはまあまあね、授業中はほとんど寝てますよ、
れて、で先生にバーンってやられたら俺の眠りを妨げるやつはそこはなんか、そこはなんか先生もなんかあんまり言えないオーラを出しつつ、ね、先生が言われへん